怪盗ごはん未来製造機アスナロをいただきます。クリボー役の岸田光太郎です。普段は普通の普通に普通の中学生です。理科と数学です。甘いね甘いね、簡単に解けるよ。本当に映画なんて出演したこととかないんで、その本当にできるのかなと思ってやってきたんですけど、ちゃんとセリフも覚えられてできてよかったです。DD とその口喧嘩をするシーンが一番練習しました。知りたいとは思わない。何よ。宇宙がどうやって始まったのか。いつから宇宙の話してんだ。撮ってる時も楽しかったんですけど、その撮ってるもう撮ってる時が一番楽しかったです。怪盗ごはんだ。ミーコも合わせて5人のその関係性というか、その5人のそのデコボコなんだけど、なんか心は分かってるみたいなところを見てもらいたいと思います。